机の上に。なんで？何も。そうじゃない。あ、そう。だからさっき下に下ろしたんだよ。ただいいマンモスゴリラパンツ。ただいいマンモスゴリラパンツ。ただいいマンモスゴリラパンツ。いや、ただいいマンモスさんとゴリラ。テーブル拭き職人みたいだよ。ありがとうございます。ナポさん。ナポさん。パイナポーって言っちゃった。あ、これはいつものね。おい。ゴンチが来る前にここを食べる。え、ダメよ。ゴンチが来る前にこの尻尾を食べたい。無理無理。これも下ろしていいですか。はい。すごいね。面白い組み合わせだね。グラタンにお稲荷さん。みんなで出し合った。出し合った結果。結果みたいな感じ。だよね。っていうか、うちにあるの。よくちょっと。事情だって買い物行くのはちょっと。あ、今日あれカラオケ行ってきたの。うん。で家に肉も魚もないの。お、たまにはビールついてもらおうかな。え、やだ。じゃあお姉ちゃんお願いします。お願いします。そしたら一眼貸すから。これはいこのちゃん。一枚どうぞ。なんで。鼻かきながら渡さないで。半分しかないの。半分でいいよ。ちも。いい。自分で踊ってね。僕鼻毛切る派抜く派。それとも。突っ込んどく派。そのあんま肌着出ない派。いやいやいや出るだろう。かき回す派。意味ある。かき回す。抜く派抜く派。痛い腕痛いんだよ今。そうだよね、ごめんなさい、そんな人にやってられちゃって。だってこの人がやってくれないから。いやこれお姉ちゃん腕大丈夫。痛い。いや痛いって言ってたから大丈夫じゃないでしょ。普通に泡だらけしてやる。泡だらけでいいんだよ。もう1級で泡にしてない。泡のないビールなんて。いや、やってもいいよ。なる。ホッピー。泡のないビール。いいから。何しろ。ごま。ゴー。ごまちゃん。あー、ずれんにゃー。あー、ずれんにゃー。おー。いただきます。腕が痛いんだって。まあ、どうやってやったら上げ方で痛くない上げ方もあるでしょ。遠回りして上げるんでしょ。遠回りこうやって上げる。それと痛くないの。痛いよ。痛いけど軽減される。直で上げるより。そうやって正面で見る。そうそう。水筒あるんじゃん。ありがとうございます。でも冷たいグマちゃんはいいんじゃないか。いや、あ、そうそう、別にや。うん、今日また松坂のお店いたよ。うん、小中学校。あ、小学校かよ。この水とかで、もう無駄だよ。そうだよね、うん、無駄だよね、いくら隠してるけど。うん、ドラマ CD が来るかと思って、うん、ずっと待ってたのに。今か今かと、うん、出るじゃん、うん、出されるじゃん。商品券だったんだよ。違うものが届いた。わざわざ商品券に私時間帯まで設定して気の。私ね、本当にこれガチで2分ぐらいフリーズしちゃった。そこでショックすぎて。お、私あーと言いながらね。でもなんかもう何もやる気なくなっちゃって、ずっとテレビ見てた。え、お母さんカラオケ行ったの。うん、どでが一人入っちゃったから。もう長いけど30分。あーにゃーんばばんばば。でもなんかでも二人だから逆に歌いまくり、うん、もう隙間なく歌って。あの知らないっていうか、あんまりその知らないグループっていうかね、まだ合コン、例えば合コンみたいな感じで行った時に最初に誰が歌って何を歌うかって結構大事なんだよ。大事大事。入りの歌でも結構攻めていくタイプじゃないの。いや、そこは私結構空気読むタイプ。あれ、はあ
るの。いきなり長渕とか歌うやつ。重っ、ちょっと重量級。1曲目からみたいな。もうちょっとポップなとこから入ろうよっていう。うん、あとちょっとそこそこ最近で、うん、そこそこみんなが知ってるよみたいな。で、そんなにバカ難しくもなく。で、おーってこうくるよね。なんとなくこう軽く乗れる曲がいいよねって。うん、いいね。長渕はちょっとヘビー級だよね。とか、それ誰のみたいなとか。マニアックなね。うん、夜にかけるとかやったらもうベストだと思うんだよね、今だったら。今だった、うん、まあただ夜にかける一発目行ってすぐ出ないよ、出ない出ない出ない、これちょっとキーが低いやつにしたいじゃん。でもまあ下げればいいんだよ、ちょっとゆっくりローテンポで、あのそうね、あのもっと低いやつを歌って、うん、まあ、どのな、の、のど鳴らしみたいな、うん、最近のっていうと難しいかも、ないかもそれこそ、そのなんだっけ、NiziU とかだったら、うん、アイドル系のニャン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 みたいな、ね、それとみんな聞いてるから、うん、ちょっと間違ってもいいしね、そう、おーってなるじゃん。そこでいきなりなんかほんと中島みゆきとかさ、糸ぐらいならまあいやいやいや、1曲目の話だよ。そっか、1曲にいきなりなぜめぐり姫感すごい、気まずいって鼻でとかいいんじゃない、君が大人になって、うん、あ、はいはいはい、知ってるじゃん、はいはい、全力いい、ね、あの、ね、一二軒飲みに行った後のカラオケの1曲目それでいいと思う、うんうん、仲間にもよるよ、よる、気心が知れてれば最初から長渕でもいいんだよ、そうそうそう、全然俺とメガネだったら別に全然いいんだよ、それはですよねっていう感じだけど、起きたねーみたいな、そうじゃなくて、お前が距離を取れ本当かね、あんまり親しくない間柄とかだと、うん、中学の時の友達と集まったりして遊びに行くっていう、うん、そういうメンツで言ったらなんか歌った合唱曲とかをさ、うん、でさ一発目歌いづらいじゃん、だからみんなが知ってる、うん、絶対知ってるじゃん、うん、合唱曲なので、うん、歌ったんだから、君がやとかな、あ、最近の曲ほらそれこそあの栄光の架け橋みたいな、あ、うん、1曲目歌った君がや歌いだすとね国家からシナノの国でしょ、まずそれなら、あ、ってるな、うん、喉鳴らしは信濃の国でいいんじゃない、入ってるまずなんで信濃県の県とそんな、そうみんな歌わされるからだよ、入ってるよね、そんな県は他にないからだよ、なんでだろうね、あれガン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 入ったんだけど誰も見てなかった、見てない、大体見てない、あと1段あるね、6番だね、以上、うん、パラッパッ、見ておかせるかこっちソフトボール投げより飛んでるよちっちゃい、高い4メートル、ソフトボール投げ4メートル、きつい、6番だ、やっぱり6番まで、6番まで、大変です、そういうことし、老眼妖文にそびえる膝の谷にはまちげり、4番と5番、象山佐久間先生のあたりだよね、あらしししそうそうそう、ファミファドファン、そう練習してた練習してた、フラメロがほら聖児小沢でさ吹くから、私はメロディーだったからさ、よっせーの、ダン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 、あーそっかそっか、あーそうダン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 、あーごめんなさい、モザイクコルネダン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 、ちょっとモザイクトロンボーンはダンダンちょっとすいませんダン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 、ちょっとくすげて介護介護あ介護危ない危ない、なんか危ない、介護ベッド大きいよね、ちょっとねなんかね、分かる、詰めるだけ詰めちゃったいっぱい詰めたくて、ね、姉ちゃんそれね、頑張ってしちゃう、いっぱい詰まってると美味しいじゃん面倒せえか、中身はあれだから美味しいよね、うん、
みなりちゃん食べられるようになると世界変わる。うん。いやでも美味しくない。私、うん、割と好きなんだけど。美味しい美味しい。めっちゃ怖くてなんかめっちゃバーン上がってくるんだけど、どう思う？What do you think? どう思う？結論オチじゃなくて最後もみんなの投げかけ質問ね、どう思う？新しいやつ。じゃあ僕振り付けつけちゃった。どう？どうも。寿司三昧しちゃったね。せーの。どうも。寿司三昧じゃん。絶対違うね。それ何ずれてるかもね。チューニングしてない。1、3、2。それでも下の4つしか。あ、そうそうだ、忘れてた。4つだ、3つだよね。下の4つ。え、それ5つ。